ヤマアマ大学は、サウジアラビアのリアドにある、私立大学である。ヤマアマ大学は、サウジアラビア高等教育省に承認されている。ヤマアマ大学は、1957年リアドに、初の私立学校であるエールトルビア AL、ネイマチア学校を設立した AL、AL クーデール県により創設された。大学は継続教育、コミュニティサービス学科及び経営学科。 コンピュータ情報システム学科で構成されており、男女療法の学生を受け入れている。カリキュラムや教育プログラムの拡充、そして大学に所属する生徒に対し情報交換の機会を提供することを目的として、他の複数の高等教育機関と教育提携を行っている。山あ大学の学生は、サウジアラビア高等教育省の財政支援対象になっている。 山浜大学のメインキャンパス山浜大学は2001年に山浜カレッジとして運用が開始され、2004年には初の男子学生が、2006年には初の女子生徒が入学した。2008年12月、アブドゥッター国王の命により、カレッジから総合大学へと昇格した。山浜大学発の卒業式は当時リヤド。 修復知事であったサッターム王子公園のもと2009年6月に開催された。2009年11月、新しい女性用キャンパス大学開設を祝うリボンカットのセレモニーがアーディラ王子支援のもと開催された。経営学科では大学、大学院双方で学位を提供している。大学生は会計、金融、保険、経営情報システム、マーケティング、 品質管理などの科目を受講することで経営学の学士号を取得することができる。大学院ではエグゼクティブ MBA プログラムと通常の MBA プログラムの双方を受講可能である。コンピュータ情報システム学科では大学では理学士の学位を提供しており、E、コマース、グラフィック、マルチメディア、ネットワーク、セキュリティ、プログラミング、 データベースなどの科目を受講可能である。継続教育、コミュニティサービス学科は訓練プログラムとエグゼクティブコースを開設しており、個人や法人の顧客に対する個人職業訓練プログラムを提供している。山々大学では英語が教育の主要言語として用いられる一方で、継続教育、コミュニティサービス学科が提供しているいくつかのコースでは、アラビア語で教育が行われている。 ヤママ大学はサウジアラビア高等教育省による承認を受けており、学位認定論文審査国会委員会による認証評価を受けている。経営学科はアソシエーション2アドバンスコリージェットスクールズオブビジネスのメンバーである。ヤママ大学はリアド北部のあるカーシムハイウェイ付近に位置する。イスラム教の伝統やサウジアラビアの社会監修にのっとり、大学内で 男性用と女性用のキャンパスは隔離されている。男性用のキャンパスは、学科施設と教員施設、教室、コンピュータ室、VIP ルーム、二つの小行動のある大学のメインキャンパスから成り立っている。また、サブ投資研究センターや、マイクロソフトイノベーションセンターも設置されている。他にも独立した大学施設として、大学の中央図書館、 専任収容の大行動、モスクなどもある。スポーツやレクリエーションのための施設として、学生は観客席のある屋外のサッカーコートや、バスケットボールコート、テニスコート、陸上トラックなどを使用可能である。キャンパスには、サッカーやバスケットボール用の屋内トレーニング施設や、ジム、エクササイズマシン、ボウリング場なども備わっている。 女性用キャンパスにもほぼすべての学問やスポーツ、レクリエーション施設が備わっている。現代的な教育施設や研究室に加え、女性用の図書館文館やジム、ボーリング場も設置されている。2011年時点で山々大学は施設拡張を行っている。ありがとうございます。